どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はですね、研究員の方にコメントを一ついただきました。いつも参考にしています。今度ボトムスの紹介をしていただけると嬉しいです。大地さんの履きやすいおすすめ知りたいです、ということでコメントどうもありがとうございました。今回はこのコメントに、ね、沿ってね、ボトムスの方を紹介していこうかと思います。ただね、これ履きやすいおすすめっていうのがちょっと僕の中でどういう風に捉えようかなと考えました。着心地が良くて、まあ、動きやすいという意味の履きやすいなのか、それともね、なんかこうコーディネートをしやすいという意味の履きやすいなのか、まあいろいろ考えたんですけど、まあ、どちらもね、少し取れるようなボトムスの方を紹介できればいいかなと思ってます。それから僕はね、ボトムスをね、あまり攻めないことが多いですね。割とね、無難な方をやっぱりどうしても取ってしまいますね。まあ単純にね、個人的にボトムスをね、ちょっと印象を変えるとですね、結構ね、ハードルが上がるというか、難しくなってしまうので、割とね、無難にまとまってることが多いです。まあそんな僕のね、まあおすすめでよければ、まあ、ぜひね、紹介させていただこうかと思ってます。もしよければ最後までご視聴よろしくお願いします。それではね、まず最初、もうこれがね、メインじゃないかなと思います。こちらですね、ユニクロのこれスマートアンクルパンツでしたっけ、名前が正確に忘れちゃったんですけど、このボトムスはやっぱりいいかなと思います。しかもね、今も買えるんじゃないかなと思います。まあ、どんな感じでいいかっていうのはね、やっぱ履いてみた方が分かりやすいと思うんで、ちょっと履いてみたいと思います。はい、こんな感じになります。こちらのパンツですね、ちょっとぐるっと回ります。後ろです、横で前ですね。ちょっとね、パンツが見やすいように今タックインしているんですけど、こんな感じになりますね。ちなみにこちらのサイズはですね、 L サイズを僕は履いています。身長184センチで体重が今73キロ2キロぐらいになります。こちらのアンクルパンツはですね、テーパードになっているので、裾に向けてね、少しこう斜めになっているような感じですね。なので足元がやっぱすごいスッキリしてますし、丈感がですね、くるぶしあたりが見えるような感じになってます。なので、まあ、ちょっと涼しげですしね、これから春に向けてやっぱ履きやすいかなと個人的には思ってます。これも万能なパンツかなと思ってますね。このまま T シャツでもいいですし、シャツなんかにも合わせやすいですし、ちなみにこちらはですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、ネイビーを履いています。ネイビーのアンクルパンツですね。これやっぱね、履きやすいですし、やっぱりね、人にね、形も褒められます。あ、それいい形だねなんて言われたことがあるんですけど、実際これユニクロですし、値段もね、3000円ぐらいで買えるというね、素晴らしいパンツかなと思います。実際はウールライクのね、アンクルパンツとかもあると思うんですけど、僕はコットンの方ですね、購入してます。なので少し、カジュアルに寄せてるような感じですね。これも非常におすすめです。そして2本目ですね。2本目は、ザラになります。こちらザラのパンツですね。こちらのパンツになります。これまあブラックのパンツなんですが、一応ね、商品名はソフトデニムってなっているんですが、ちょっとね、柔らかい感じの、まあ、デニムっていう感じがしないんですよね。ちょっとスウェットに近い感じですね。なので履き心地はほぼほぼスウェットなんですが、まあ、スウェットよりもね、若干切れ目にできてます。ただね、スマートアンクルパンツと違って、この紐、これ前の方にね、出てるんですよね。あ、さっきちょっともしかしたら言い忘れたかもしれませんが、アンクルパンツはこの紐がですね、これ内側に入ってます。なのでね、こうやって外から見えないんですよ。内側に入ってる方が、まあ、きれいめな感じはしますね。外側にあるとどうしてもやっぱ紐見えちゃうんで、まあ、若干カジュアルにはなってしまいますが、こちらの方ですね。これはもう、履きやすいですし、合わせやすいっていうか、まあ、特にね、コーディネートを考えることなく、まあ、使えるっていうところで、正直ね、購入したのも2年前ぐらいなんでね、結構ね、見えますかね、クタクタになってます。だいぶこれはね、履き込んでますね。それこそね、コーディネートちょっと考えるのめんどくさいなって時はもう大体これ履いてる気がします。まあ、これもね、履いてみたいと思います。はい、こんな感じになります。先ほどのね、アンクルパンツと比べるとちょっと細くなってますよね。やっぱこれもね、テーパードっぽくなっているので、裾に向かって少しシュッとね、細くなっているような印象です。あとはですね、先ほどのアンクルパンツと違って、これリブがついているタイプになっているので、足元がね、またさっきと違うね、印象を与えることができるかなと思います。ちょっとね、スポーティーな感じにも見えるので、少しスポーティーなスニーカーにしても合うんじゃないかなと思ってます。ちょっと履き直してみましょうか。はい、こんな感じです。少しスポーティーなスニーカーにしても、まあ、このパンツならなんか合うんじゃないかなと僕は思ってます。はい、ちょっと一周回ってますね。
な感じですね。横後ろ横で、こんな感じですね。このパンツね、僕すごく履きやすくて、実際すごく動きやすいですし、めちゃくちゃ使い込んでますね。 2,3 年前に買ったザラの商品なんですが、また売ってたらちょっと買いたいなと思うぐらい非常に履きやすいパンツとなってます。これは本当にかなりお気に入りです。まあ、似たような、ね、デザインのものがあれば、ぜひちょっとね試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そして3点目ですね、最後になります。最後はですね、こちらですね。こちらはですね、ワイドパンツになってます。裾がねちょっと太めのデザインとなっています。この商品はですね、近くのね、なんかこうジーンズショップみたいなところで、それこそね2000円で買ったんです。たった2000円で買ったんですけど、僕個人的にね結構好きで、ちょこちょこ履いています。まあ、生地的には薄いので全然この春なんかも着れるんですが、ちょっとね見た目がどっちかっていうと冬物っぽいので、まあ、これからの季節はね履く機会はちょっと少なくなるかなと思うんですけど、これはね非常に、買ってよかったなと。2000円の分はね全然取り戻してる商品かなと思ってます。まあ、これもね実際に履いてみたいと思います。はい、こんな感じになります。まあ、先ほどのパンツの2本と比べるとやっぱりねちょっと太めのデザインとなっています。ちょっと一周回ってみますね。こんな感じです。後ろこんな感じです。はい、これはまあ太めのデザインなので、まあ、履き心地はねすごくいいというかね、全然こうストレスにならないですね。僕はすごく好きです。ただまあちょっと難しいのは、僕は合わせる靴なんかを悩んでしまうんですよね。なので割とね、靴なんかはこういったね、これユニクロの、シューズなんですけど、こういったねスタンダードなすごくベーシックな、ものを使うことが多いです。あまり、こういったパンツの時に、まあ、ハイテクスニーカーとかそういったものは履かないようにしてます。でそれからこういったワイドパンツはですね、まあ、ちょっと若い子のイメージもあるので、僕は基本的にですね、あまりカジュアルになりすぎないようにすることが多いですかね。で例えばですけど、このワイドパンツもデニムとかじゃなくて、まあ、どっちかというとね、ちょっとこう見た目がスラックス的な感じになってますし、でこれセンタープレス入っているところで、きれいめな感じのワイドパンツですよね。そういったものを履くようにしてます。なのでワイドパンツを履くときっていうのは、割とこういったブラックのものとかスラックス系のものっていうのを履くことが多いですね。あまりこう例えばデニムのワイドパンツみたいなものは、40歳になったんでちょっと履くことはあまりないかなと思います。どうしてもやっぱやぼったくなってしまうかなと。少し落ち着いててね、大人っぽい感じがするんじゃないかなと僕は思います。あとこういったワイドパンツの時はね、いわゆるね A ラインのシルエットで着たいななんていう時は、こういったものをね、使いますね。はい、という感じでですね、今回はですね、僕がまあおすすめするというかね、まあ、履きやすい、ボトムスの方を紹介させていただきました。何か参考になればすごく嬉しいかなと思います。まあ、ボトムスを選ぶのってね、やっぱ結構難しかったりとかね、しますよね。男性の場合はね、割とねボトムスって後回しになるパターンが多いんじゃないかなと思うんですが、最近はね僕もねボトムスを選んでからトップスを選ぶっていう、パターンでね毎日の洋服を選ぶことが多くなりましたね。研究の皆さんの参考になれば幸いかと思います。この動画楽しんでくれた方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。このおしゃれマッチョ研究所では現在研究員を募集してます。一緒におしゃれマッチョを目指してくれる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに他者。